はい、毎週木曜日の昼休み、まったりとしたマーケットトークを展開します、ストックボイスのショーケース番組、ストックボイスランチエクスプレス、今週も始めてまいります、まずこの木曜日ですけれども、前場の国内の主要株価指数、前場の終値をお伝えしておきます、日経平均ですが、今日の主要株価指数は下げているんですけど反落ということになっていますが、前場は92円安、11,376 円28銭取引終了、そしてトピックスは 5.89 ポイント安、967.81 で前場の折り返しということになっています。アメリカ市場、水曜日のマーケット、主要株価指数は 1% 程度の下げということになっておりますので、ちょっとそれを受けてという展開になっていました。さて、ということで、今日のマーケット、今日の、ストックボイスの、ランチエクスプレスなんですが、ゲストをお迎えしています、東京商品取引の山下正弘さんです。山下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、山下さんをお迎えして、穀物といいましょうか、遺伝子組み換え作物の話なんですけど、テーマはこちらになります。見ていただきますとですね、GM、これあのジェネティカリモディファイドということで、遺伝子組み換え作物と、いうことなんですが、そして今日はヒューマニズムが絡んでくるという話でして、これポイントは何かと言いますと、今ですね、こっちの、遺伝子組み換え作物の中で話題になっているのがゴールデンライスなんですね、日本語でも、黄金米ですとかというふうな言い方をしますけども、ゴールデンライスなんです。ポイントはこの GM なんですけれども、比較的嫌悪感と言いましょうか、ちょっと懸念も比較的強かった食物と言いましょうか、プロダクトなんですけれども、ゴールデンライスは非常に人道的な作物ということになっています。特にベータカロチンが遺伝子組み換えで入っているということでして、ご存知のようにベータカロチンは体内に入りますとビタミン A に変わるということで、特にアジアではそのビタミン A の欠乏症、こんなことから失明であるとか、耐候性の低下ですね、いうふうなことから一般的な病気で亡くなる、人たちが多い、特に5歳以下の子どもたちが多いと、いうことで、この辺のところは一つそのヒューマニズムの観点から GM に関する見方を変えていくんではないかと、いうふうなことが一つ言われているポイントの商品ということになります、そういうことでいいですかね。はい、よろしいですかね。はい、はい、で、最近どんなふうな報道がされているかということで、メディアの方の、コラージュ集めてみたんですけれども、こんな感じになります。マーケットの方で全体的にはその市場の方はイケイケという感じで、これ画期的ですねという話が多いんですけれども、こちら、プロジェクトシンディケートですけれども、こちらの方では今申し上げました、ビタミンのディフィシエンシーキルズ668,000と、66万8000人ですけれども、の子どもたちが年間これで亡くなっているというふうな数字も上げていますし、こちらビジネスミラーですけれども、こちらは、フィリピンなんですが、フィリピンの農務省が、このゴールデンライスに関する、情報と言いましょうか、これに関する、情報を取りまとめて、いわゆる今年にもですね、これの作付けを認可するのではないかというふうな話になっています。そしてこちら、オブザーバーですけれども、こちらはもう、ヒューマニティというふうなことを申し上げたんですけれども、ヒューマニティ、ヒューマニストを語るためにはもうこれ、このゴールデンライスを認めざるを得ないだろう、要するにGM を認めずしてヒューマニストと呼ぶことはできないであろうというふうなコメントにもなっているんですね。そういう意味では非常にヒューマニズムを背景にして一つ新しいですね、GM の世界が広がっていくのかというふうな話になっているんですが、山下さん、ちょっと一応今月に入ってからの報道はこんな感じになっているんですけど、山下さんはどういう感じで見てらっしゃいますか。確かにですね、このゴールデンライスというのは初めて人の口に直接的に入る、農産物で、その遺伝子組み換えのものが、許容されるかどうかという意味での、試金石になるのではないかと思います。ただこういった報道の一方で、やはり依然としてですね、遺伝子組み換え、農産物というのは非常に慎重な見方が多いというのは事実だろうと思います。やはり遺伝子組み換えの農産物で今まで、議論になって主に2つのポイント、1つは生物の多様性にどういう影響を与えるのか、要は変な影響を与えないのかどうか、やはり食品としてはその安全性というのが問われると思います。ですからそういう意味で遺伝子組み換え農産物というのは、例えば餌としてのトウモロコシですとか、あるいは搾油用としての大豆、油を取るための大豆としてはもう正直市民権を得ていると思うんですけども、やはりアメリカでさえ例えば直接的に入る小麦、あるいは特にヨーロッパ、あるいはもっとおそらくセンシティブなのは日本だと思いますけども、こういった国ではやはり直接的な食用としての
遺伝子組み換え品というのは、ね、やはり慎重な見方が強いというふうに考えられると思います、うん、なそういう意味ではです、ね、今あの山下さんのお話にもあったようにあのゴールデンライスはもしかすると、まあ、一番最初にですねあの GM の作物としては一番最初に人間の口に入ることを目的に作られるあの作物になってくるのかもしれないと、いうことではあるわけなんですが、もう一つは申し上げましたように、まあ、いろいろなですねビタミン A の、まあ、デフィシェンシーに関する、まあ、懸念も非常にあって、これは本当にライフセーバーなんだというふうなコメントも出てきているわけなんですが、あの次に行きますとですね、今あの山下さんの取引所で今取引されているあの商品の、まあ、一覧が並んでいるんですけども、まあ、こちら、まあ、金を中心にあのかつての、まあ、東京工業品取引所 の、 あのプロダクトですね、そして、かつての、東京穀物商品取引所のプロダクトで、これ昔、まあ、トウモロコシ一般大豆と書いてあるんですけど、まあ、小豆、まあ、小豆ですよね、はい、そして粗糖ということになってますが、この辺トウモロコシ大豆については、はい、昔はノン GM で非遺伝子組み換え大豆で遺伝子組み換えではない商品が取引されていたかと思うんですが、今ちょっとそれ取れてるんですけど、はい、もうあの正直言いまして私どもが上場しているトウモロコシは基本的には餌用のトウモロコシです、はいはい、それに対しまして例えばスターチこういったものを作るためのトウモロコシというのはありますけども、日本の場合はですね、例えばそういった食品用途で使われるトウモロコシにつきましては、これは非遺伝子組み換えのトウモロコシ、はい、これをですね要はあのプレミアムを払って購入しているというのがあの実態です。ただ私どもで上場しているトウモロコシは餌用ですので、これは、日本アメリカです、あの日本はアメリカから主に輸入しておりますけれども、アメリカでも 88% は、うん、遺伝子組み換えということになりますので、まあ、ほぼ、まあ、遺伝子組み換えのものと考えていいと思います。なるほど。から大豆の方もですね、昔はあの、はい、いわゆる非遺伝子組み換えの食品用途としての、 あのノン GMO 大豆を上場してましたが、はいろいろな理由で今上場廃止されております。じゃあこの一般大豆は何かと言いますと、これは基本的に油を取るため、あるいは餌としての用途としての一般大豆ということで、これもアメリカから主に輸入しておりますが、アメリカではもうすでに 94% が遺伝子組み換えということですから、私どもで上場されているものは基本的には遺伝子組み換えのこのトウモロコシと一般大豆ということになろうかと思います、うん、あの山下さん、一つはその GM、まあ、遺伝子組み換えについてはいろいろな意見が出てくるわけなんですけども、はい、例えばそれ一つはその、まあ、食べ物として安全かどうかの前の段階でですね、はい、農業としてそのまあ環境に対して環境のアセスメントはどうなのかですとか、はい、ということがありますけども、その辺はいかがですか。はい、あのやはりですね、今のこの人口増大という状況の中で、これを人口を養うためには、はい、やはりもう遺伝子組み換えというものが必要であろうというのは、まあ、多分一般的なあの通説だろうと思います。で確かにその遺伝子組み換えを使えば、例えば農薬の使用量が減るですとか、うん、そういったもんあのいい問題もあろうかと思います。ただやはりこのこと食料ということになると、やはり非常にですね、ここは科学的なやっぱり検証ですとか、はい、そういったものがあの非常に慎重にならざるを得ないというのは、これはもう事実だろうと思います、うん、あのの遺伝子組み換えが、まあ、このようにですね比較的一般的になってくる、はい、あのいうふうな状況の中では、例えばトウモロコシ の、まあ、の収穫ですとか大豆の収穫ですとかというのは、まあ、去年ちょっとあのアメリカではあの日照りがありましたけれども、上がっているというふうに考えてよろしいですか。そうですね、あのもうあの、まあ、すでにもう大豆に至っては 95% ぐらいですから、そういう意味ではもうどん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 、まあ、あの遺伝子組み換えの比率が上がってきていて、まあ、ただ今はもう大体ほぼもう頭打ちの状況なんじゃないかと思います、うん、なるほど。これ以上増えるかどうかっていうのはこれまたあの分かりませんけれども、はい、もうほぼもう大体行き着くところまで、アメリカについてはいい、ただ問題はその他のエリアですね、うん、あの例えばヨーロッパ等では、まだまだそのジャガイモ等の一部の例外を除いて、認められておりませんし、日本なんかでもやはりそこは非常に厳しいということですから、要はアメリカ以外の国にどういうふうに広がっていくのかというところが今後のまあ、見ていくポイントじゃないかと思います。なるほど。あの先ほど の、 あ の、 のゴールデンライスなんですけども、まあ、フィリピンでというお話をしたんですけども、これはその後バングラディシュですとか、インドですとかインドネシアですとかというふうなところでも作付けが行われるのではないかというふうな話になっています。そういう意味では、まあ、まさにそのGM のですね、あのアジアへの進出みたいなことも考えられるわけなんですが、ちょっとやっぱり懸念としてはどの辺がありますか。やはり、まあ、あのやはりあのこの検証というのはどういうふうにやるかというところだと思います。ただこのゴールデンライス等については、やはり例えばあのイリーですね、はい、国際イリー研究所ですとか、はい、あるいはそういったところが多分いろいろとあの科学者の方々がやっているんだろうと思います。まあ、我々は私は素人なのでその辺のところの判断できませんけども、はい、まあ、今後、まあ、確かにその栄養の面ではですね、あのいい影響があるっていうのは分かっておりますので、はい、それはとにかく安全性の検証、これだけが必要だろうと思います、うん、なるほど。あのゴールデンライスについては、まあ、ここ30年の研究の成果があってということでありますが、ただあの山下さんおっしゃるように、実はその30年というのはワンジェネレーションに過ぎないでしょうという話になる、はい、まあ、孫であるとかどうであるとかというふうなところ、まあ、あの人類のこれからのですね、あの食生活にどんな影響を与えるのかということを考える
るとなかなかその検証のね、はい、が膨大すぎてちょっと分かりにくいというところがありますが、さて、最後なんですけれども、まあ、今週は一つはその安倍政権の、まあ、農業を、まあ、競争分野に持っていくというふうな話の中で、まあ、農業関連の銘柄も株式市場では活発なんですけれども、さてこういうところに向けて御所、まあ、状況商品取引所はどういうふうなサポートができるでしょうか。はい、とにかくまずこの商品取引所というところはもともとアメリカで言えばトウモロコシ、日本で言えばお米、はい、こういった農産物のですね、リスクヘッジ、それから化学資源の提供というかところから、生まれてきたものですから、はいはい、当然この商品取引所というのはその農業の体質強化というものに対してですね、産業インフラとして、役に立てるんではないかと思います。私どもやはりまだまだその分かりづらいというご指摘がありますので、はい、ちょっとやっぱり啓蒙活動、こういったものを少しずつやっぱどんどん、まあ、進めていきたいというふうに思っております。はい、ね、まあ、ちょっと昨日取材の時にお話したんですけど、例えばアメリカなんかではね、生産者のために、まあ、生産者のために価格を設定してあげるのではなくて、政府がそのための、まあ、オプション購入のためのプレミアムに、まあ、保証を出すですとか、いうふうなやり方もあって、ちょっと先の市場を使った、まあ、の安定論か安定系ですかね、いうようなところというのも、まあ、それは考えられるべきだし、おそらく取引所としても教育として、まあ、取り組むべきところというところかもしれませんね。はい、はい、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この時間は、東京商品取引所の、山下さんゲストにお伺いしました。さて、ストックボイスですけども、この後は、12時29分から、東京マーケットワイドが続いてまいります。そして、こちらのキャスターはこの方です。もしもし、こんにちは。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっと昨日調子良かったんですけどね、今日は、まあ、ちょっと前場は湿りがちというふうな感じになりました。午後はどんな展開を予想してますか。そうですね、小型株がギュンギュンまた来始めてますので、こちらが当面の焦点ですね。大型と小型が非常にシーソーゲームで動いているように感じられるんですが、特に新興市場ジャスダックとマザーズにまたお金が流れ始めているという、うん、状況ですから、まずはそっちですね。という意味ではどうですかね、インデックス、まあ、相場全体というよりはちょっと個別株勝負ということになりますか、今日は。まあ、全体調整なんだと思います。まあ、節分天井ではなくて、はい、バレンタイン天井のような前後の動きがありましたが、はい、まあ、大型株がピークを1回目先で打った後にすぐさま現在のように小型株新興市場の動きにまたお金が戻るというところを見ますと、まあ、大型調整、小型が調整完了、うん、でこのシーソーゲームの中でまた次の展開を目指していくということになるのではないかなと思うんですが、どうでしょうね。そうですね、一つはあれですよね、ニューヨークの方もダウは1万4000ドル、まあ、掴んでは話して掴んでは話して、今月に入ってからもう3回目ぐらいだと思うんですけれども、なかなかその辺こうなんですかね、掴みどころがわからないというか、まあ、バカリズムにこれはどういうふうに1万4000はどういうふうに掴むのかみたいな話を聞いた方がいいのかなとも思うんですけど、なかなかこう安定しませんよね、大台は。大台突破にはやっぱり3回4回のトライが必要なんでしょうね。ましてやもう史上最高値まであと数パーセント 2% もないというところに来ておりますから、まあ、ここを抜けたら一気に走るというところなんではないでしょうか。なるほど。まあ、ちょっとVIXなんかも昨日のマーケットでは上がったというふうにも聞いて、恐怖指数の方もですね、ちょっと上がったというふうに聞いていますけども、あまり楽観してるわけにもいかないですね。そうですね、はい、まあ、ちょっととは言いながら、まあ、高値圏でのちょっとめまいがするような高値圏での、推移が続いているということで、まあ、今日の5番、12時29分から、鈴木和幸さんが、ナビゲートしていきます。東京マーケットワイドお楽しみに。ありがとうございますので、よろしくお願いします。はい、そして、その後ですけれども、ストックボイスの方はですね、ユーストリームオンリーになりますけれども、夕方4時半から、今日の株式、明日の株式で、今日のマーケット終了後、出てきた、材料ですとか、その辺の材料を中心に、個別銘柄を見ていくと、いうことになります。まあ、今日の話一つはその、まあ、ヒューマニティという話だったんですけれども、特にですね、まあ、アジアでは栄養の、まあ、うまいその、提供の仕方ができていないと、いうことがあります。何を言いたいかというと、ポイントは、まあ、こういうゴールデンライスというようなものができたんですけれども、もう一つ、まあ、これに対する反応としてはですね、アジアの問題は作物の問題ではなくてディストリビューションですね、うまくそれが運ばれていかないと、いうことが問題なんだというふうな、コメントもあるんですね。なので新しいものを作るのではなくて既存のものをうまく運んでいくと、例えば南から北へですとか北から南へですとか、そういうふうに動かす国内のインフラが必要なんだという話はあるんです。ただですね、ポイントとしては、まあ、ゴールデンライスはこれすぐ作ればできちゃうんですね。もう一つはそのまあ、配給ですとかそのロジスティックの話はずっと話は出ているんですけど、なかなか改善しないということが一つあります。まあ、子どもも親としては若干ちょっとその辺のところなんとか早く動いてほしいということではあるかもしれませんね。はい、今日の午後もストックポイストをお過ごしください。ありがとうございました。